カフェステラと死神の蝶。大好きじゃなきゃこんなことできない。約束だからね。歩きにくいかな。そう？だって恥ずかしい。あ、後世のことが恥ずかしいとかじゃなくって、孤高の激痛王とか呼ばれてたのは、好きな男に骨抜きにされてるところを見られるのはなんか照れる。素直になれなくてごめん。